ハイパーチューニングカーの共演、ジャジャンのマシン実力判断、つくばスーパーラップ。今回はラーマンは仕方して、ボルトと内圧セットの決め技、Sタイヤの実力、真面目に診断する。いいわね、俺とさ今日はね、スーパーラップのテーマとしてタイヤじゃないんだよ、まあ、タイムだけであってドライビング、やっぱりこう、タイムはタイヤじゃなくて、いやいや、しゃべらせて。まあ今ね、BS の540って結構ね、人気あったけど、だんだんね、ダンロップ、横浜もね、新しい048っていうのができて、だいぶ性能もね、ライン乗りとかドライビングテクニック、その辺はね、横浜に合わせた走りとか、みんな自分の車に合わせて、サイズを選んで、その辺はうまく合わせなくちゃいけないんで、タイヤを大事に使っていきましょう。まずは 01J でインチ別内圧セットの肝を伝授。スーパーラップでタイムを出すにはやっぱ一番大事なタイヤですよね。そう、でここにあるのがダンロップの D01J ってやつですか。そうで、これが、サイズが195の6014で、こっちが215-5015 15インチと14インチ、1インチ違う。まあ一番何が違うかっていうと、タイヤのこの厚みが違うわけですけど、それで変わってくるというのは、タイヤの剛性、絶対横剛性っていうのが間違いなく変わってくるんで、ちょっとこっちの大きめかな、これが。まあなんだかんだ言ってもやっぱ15インチの方がいいですよね。やっぱ内圧変化が少ないんで、乗っててもらって。でまあこのセミスリックを使う上で一番大事なのは、その内圧管理、さっきも言われたように内圧管理、まあタイヤのサイズによっても変わってくるし、さっきと言ったように、つくばみたいに右コーナーが多いところだと、左側の内圧がどん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 やっぱ上がってきちゃうんで、右と左の内圧を変えたりとか、音感の内圧をね、きっちりと合わせてあげる。車重に合わせてやっぱ自分でセッティングしていかなきゃいけない、いいところですね。そう、だから細かくコンマ1単位でチェックしてほしい。はい。で、スタートの内圧の一番の注意ポイントは、自分で走って内圧合わせて、あ、こんなもんでいい感じだな、それが例えば 2.24 本だったら、それをちょっと冷やしてあげて、そうするとスタートの内圧が必ず決まってくるんで、ちょっと4輪バラバラになると思うんですけど、それをスタートの内圧の目安にするのが一番いいと思います。スピリッツ AE86 レビュー、86はシャコタンにするとリンク形状、特にアッパーリンクが短いためストロークが稼げない。フルピロ化されるとさらに逃げがなくなる。そこでラケットを改造、包丁リンク、基本的にインジェクション仕様だが、燃料をハンドル側に吹き、空気と混ざりやすくし、コントロールは CP で、よって下のトルクもキャブに比べてセットが容易。この音もたまらない。それではまず15インチでちょっと行ってみたいと思います。まさにこの時が初走行。足が止まらないうちにスーパーラップとタイヤテストをこなすオリド、なかなかアンダーが消せない。今日本当にシェイクダウン。スーパーラップを狙うには一概にハイグリップタイヤ、太いリムプラスオフセットというわけではない。アンダーパワーの車、つまり86などは度が過ぎると逆にストレートで抵抗となる場合があり、コーナーですらパワーが壊れて脱出速度が遅くなる場合もある。インチアップ扁平タイヤもそのコースホームグラウンドによって違う。筑波は15インチ向きだが、それ以下のサーキットでは小さいコーナー、路面ギャップ、短い直線などの条件で14インチが有利な場合もある。筑波オレにとっての15インチの利点は、14インチに比べてサイドウォールの剛性が高い。その分タイヤのたわみも少なく、熱も発生しにくい。同レベルのサイズであれば、単純に空気量も少なく内圧変化もしにくい。ピットインしたらすぐにエアーチェック。この豆さがタイムアップの早道、特にエアーは効く。マシンセットアップの第一歩だ。テストの14インチいきます。
絶対15インチならタイム出ないと思います。ただ一般的な86には14インチです。またオリドと山田エイジとくだらないことやってるんですか。でよかったら僕が乗ってあげてもいいんですけどね。わかりました、じゃあぜひなんか山田エイジみたいなこと言ってるじゃん俺嫌われ者になっちゃうこのまま言ってると極端に見た目に貧弱となったがアンダーが消え、タイム的には15インチとコンマ2秒も差がない。その差は確かに大きいが、まあ、タイヤ選びはですね、まず第一に格好、見栄え、これはもう間違いなく大事ですね。やっぱり車高段にした車にあんまりこう変形の、ね、高いタイヤより薄いタイヤの格好いいで、まあ、その中で、一番大事なのがもちろんインチもそうなんですけど前後のバランス、それがすごく大事だと思います。幅ね、うん、幅とあとホイールのオフセットと、そう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 。続いてハイパー FF で禁断の横比較。FF ですでに筑波59秒台を記録しているトップ EK、 ハイパワーになればなるほど FF はコーナー脱出時のトラクションが重要な鍵となる。キャンバーはフロント3度半、リア2度半、等は前後ともに若干のアウト。ドラッグ育ちのエンジンは実速480馬力を発生。じゃん、筑波スーパーラップを制するにはタイヤが肝です。今日はこの3種類のタイヤを、用意しました。小浜048は235-45の17、BS540 に対しては235-40の17、そしてもう1本 BS の540、これが235-45の17、45扁平です。こちらも45扁平、これが40扁平ですね。タイヤのタッパがこんだけ外形違うんですね。筑波スーパーラップを目指すチューナーは6割型540を選択する。それは S タイヤで間違いないという絶対の信頼を得ている証。しかしニューコンパウンドの 01J 新開発048の追撃開始。00秒39。横浜のタイヤがどこまで詰めてくれるか。気温とともにマシンの熱も上昇。さてこの条件で048はどこまで行くか。この周回からタイヤをニューにしました。235-45の17フロント、リアはそのまま。この比較は同サイズの048と540で見てほしい。テストの条件は後になれば悪くなった。次は同メーカー新旧比較。マシンはハイパー FR。今回ですね、とりあえず、筑波サーキットを走るということで、横浜の、038、まあ、定番ですね。それと新開発、新しいコンパウンドの048がデビューしました。
もう触っただけでね、このベトつき感もうかなり違いますね。本館でですね、フロントが2キロから 2.1 キロ、リアが 1.8 から 1.9 キロぐらいで収まるように使いました。このマシンも本日がつくばお初。それどころか04オタクザウルス自体もサーキットアタックは不慣れ。徹底計量され割り切られて作られたボディ、04 10秒前半のイチゴ顔の一音はエンジンに絶対の自信。筑波のコーナー出口のダッシュにかけるマシンメイク、ゲージはそのままリジット化されたメンバーに突き抜ける。まずは 038SL コンパウンド。 SL とはスラローム、つまりジムカーナ用でワントライのタイム狙い。この季節、しかも600馬力を超えるこの一音ではタイヤがすぐブレークし、出口で常にタイヤが悲鳴を上げているのがよくわかる。それでもタイムは1分0秒台だ。パワーと気温によって内圧が 2.32 まで上昇。続いて 048S コンパウンドにチェンジ。038SL に比べ明らかにタイヤが食いついている。さてスーパーラップは出るか。この計算されてない乱暴走りすごいです。筑波一周イメトレを兼ねてどうぞ。どうですか、参考になりました。ためになるチューニングカー実力診断。次回も切れた走りに切れた車、ブレーキも検証します。